こんにちは楽天ウォレットの松田ですよろしくお願いします、えー、本日は3月のビットコイン見通しいよいよ今年前半の山場を迎えたというお話をさせていただきますこの動画を気に入っていただければいいねをチャンネル登録もよろしくお願いします えー、それではまず2月のビットコイン相場の振り返りからいきたいと思います。ビットコインはですね、この前の1月ですね、昨年末をほぼ年間安値圏で迎えて、1月に4割近く上昇してきましたと。で、その4割近く上昇した要因としてはですね、FRB が利上げ幅を縮小したということです。 FRB が12月の FOMC で利上げ幅を75ベースから50ベースに縮小してビットコイン相場は下げ止まってそしてさらに50ベースから25ベースに縮小するという見通しになって反発したという形になります。でその2月2日の FOMC。 こちらで実際に 25BS 利上げ幅を縮小しましたと。そうすると、ここでその利上げ幅を縮小するという材料なくなってしまいますんで、ここでこうピキークアウトすると。 いう形さらに翌3日にです、ね、出たアメリカの雇用統計が非常に強い数字だったということからです、ね、早期の利上げ打ち止め観測こちらが後退してビットコインはこの2万4千ドル近辺、まあ、310万円ぐらいですかねのところで上値を抑えられましたすると SEC アメリカの証券取引委員会からですねマイニング競争 でなくてです、ね、ステーキングを行うというものが証券契約に当たると指摘されたアメリカの大手交換所クラーケンがです、ね、そのステーキングサービスを停止しましたと。さらにに証券契約に 該当すると指摘されたステーブルコインバイナンス US ドル、この BUS ドルですね、えー、こちらをですね発行することをパクソスという会社が発行してたんですけども、停止させられたというこの2つの事件があって、ビットコインは2万1000ドル前半までですね値を下げていきました、えー。この話はちょっと後ほど申し上げます。で、注目のアメリカの CPI、こちらがですね、事前予想を上回って、ビットコインはま a さららに売られていったんですけどもただその時点で若干、げしぶっているとソロスファンドだとかです、ね、シタデルといったです、ねまあ、レジェンド投資家たちが暗号資産関連株を購入しているということが判明してコインベースやマイクロストラテジーマラソン社といった暗号資産関連株が上昇するとビットコインは2万4000ドル台にビューンとこう急反発しました。 さらにですね、ビットコインは昨年の8月以来となる2万5千ドルの水準まで到達したんですね。しかしですね、CPI に続き PPI 卸売物価指数も強くてメスター・クリーブランド・リンギン総裁やブラード・セントルイス・リンギン総裁こちらの方からですね、3月の FOMC で利上げ幅を50ベースに拡大するかもしれないという可能性が指摘されて上値を抑えられていきました。 その後ですね、インドで開かれた G20 財務省中銀総裁会議でですね、まあ、インドはそもそも国内で、自国内での暗号資産取引、これを禁止しようと、何回かこう政府が試みて、それに対して最高裁が待ったをかけるということを繰り返していたんですけども、そのインドがですね、世界的に暗号資産に対する規制強化をしましょうというふうに提唱して、また IMF のゲオル・ギエバ、 理事がですね、その暗号資産の全面禁止も選択肢の一つだというふうにコメントしたんですね。そこでちょっと市場に動揺が走ったんですけども、それに対してイエレン、アメリカの財務長官がですね、いやいや、全面禁止は書いて考えていませんよと否定して、まあ、ちょっと事なきを得るというようなやり取りがありました。で、材料面から2月の相場を見てみますと。 2月のリットコイン相場はですね、比較的こうネガティブな材料が多かったんですね。雇用統計、CPI ともにですね、予想を大きく上回って、で、月末近くに出た PC コアデフレーター、これがダメをしたんですけども、こちらはもう、前月よりも上昇するという形で、2月 FOMC で25ベースの利上げ幅を縮小して、市場はですね、こう75から50、25と縮小したんで、次はいつやめるのかと。 下手したらもう3月にもやめるんじゃないかというような見方が出ていたんですけどもところがですね逆にですね3月の FOMC で755025と減らしてきた利上げ幅を今度は50ベースにもう一回こう拡大するんじゃないかというような見通しまで浮上したんですね。今年は投票権を持っていないメスター・クリーブランド連儀総裁やブラード・セントルイス連儀などがその可能性を示唆しています。 こちらはですね、FOMC の先物におけるこう3月の FOMC で1回あたり25ベースと計算して、えー、何回利上げをするかという利上げの折り込みの回数ですね。すなわち、この1っていうところだったら、まあ、1回利上げすることが完全に折り込まれてますよという状態です。で、2月の頭の段階では0.8とかだったんですね。ここれどういうういいとととかというと2月に 利上げをして3月は利上げをしないかもしれないという人がまあ、ざっくりですけど2割程度いるというような状況だったんですねところがそれが雇用統計が強くってあ、やっぱり3月に打ち止めするってことはないよなと3月はやっぱり利上げしますよねという形で言ってたんですけどもどうも CPI が強くて でさらにブラード、メスター両氏がですね投票権はないんですけど私だったら50ペース支持するなと言い始めたらおい,おい実は50ペースするかもしれないぞというような形でこの1近辺だったものが1.2とか最後の方は1.3ぐらいまで上がっていくと。 いうような形で、利上げが足元ではこう50ベースの利上げを折り込みがだん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 増えてきたという形になっています。実はですね、この撮影させていただいているのが、3月の8日で FRB のパウエル議長、こ,れはこちらの年2回の議会証言の翌日なんですけども、この 昨日の議会証言を受けてです、ね、ついにこの3月の FOMC での利上げの織り込みというのがです、ね、これ、そこまでは25ベースだろうと。 いうのが多くて、まあ、少数派が50ベースだったんですけどこれ逆転してですね50ベース利上げするという方が実は7割ぐらいまで上がってしまったという形で3月はもうやめるかなと思っていたのがどん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 上がってついにやめるんじゃなくて50ベースにしますとで50ベースにするということはその次の利上げを打ち止めするのはもっともっと先になってしまったということでこれがビットコインの売り圧力となっているという形になっています。 で、もう一つですねビットコイン相場のネガティブの材料だったのがこの SEC アメリカの証券取引委員会の法執行というふうに言われてるんですね日本ではビットコインなどの暗号資産というのは改正資金決済法できちんと暗号資産というものなんですよ。 というふうに定義されていて、それとは別に、例えばステーブルコイン、ステーブルコインというのはこういうものですよというような形で、法律でちゃんと新しく法律を作ってですね、ちゃんと定義して、そういうものとして扱われてるんですね。 ところがですね、アメリカではそうした明確な定義が法律上ないために、結局、証券取引委員会がですね、証券に該当するか否かを1930年代に作られた法律で、さらにそれの判例をもとにですね、個別に判断するというような状況になっているんです。 でこれだとですね非常に曖昧だというとこなので逆に SEC はですねある程度その判断を曖昧にしてその借地定規にやってしまうと非常に取り締まりが厳しくなりすぎちゃってイノベーションを阻害するということで若干曖昧にしてきたというところがあるんですが。2月に入って でそのアメリカの大手交換所クラーケンがその提供しているステーキングサービス、これはイーサリアムなんかをマイニングするんじゃなくて、一部持ってるところをロックして、ステーキングとして提供して、その持ち分によってマイニング報酬を得るというサービスなんですけども、それだと、ステーキングサービスは賞金契約に該当するんですよということで、罰金を課した上で停止させますと。 でさらに、パクソスというですね、暗号資産関連サービス会社が、そのバイナンス US ドルというですね、ステーブルコインの発行を請け負ってたんですね。で、その BUS ドルを証券に該当するということで、発行を停止させたということです。で、これはどういうことを示しているかというと、解釈の方法によったらですね、 発行方式をそれまでの通常のビットコインと同じマイニング方式からステーキングにちょうど変えたばっかりの時価総額2位のイーサリアムが全部証券と言われてしまう可能性が出てきたということです。そして BUS ドル というバイナンス US ドルが証券だと言われたらということは、それ以外のテザーだとかですね、USDC だとか、他のステーブルコインまでアメリカでは証券に該当すると言われかねないという状況になったんですね。実際ですね、SEC のゲンスラー委員長は、そのマイニング競争により発行されているビットコイン以外のほとんどの暗号資産は、証券に該当する可能性があるとまで言及したということです。 でこうした事前予告なしにですね実際に日本とかだとその事前にいろいろルールを作って作って確認確認してそして業者さんがビジネスを始めるんですけどアメリカだったらもうこれは大丈夫だと各会社が判断してですねもうすでに大規模に取引が始まってるわけです。それを後からですねいやこれは実は証券でした。 だから罰金払ってくださいよと、後出し気味にですね法執行による規制を強化していくという形はです、ね、暗号資産業界のみならず、ですね機械などからも批判の声が上がっていると。 いう状況なんですけれども今のところですね次に何が飛んでくるかわからないという状況になっていますこうしたですね50ベース利上げの可能性だとか SEC が急にですね法執行を強めて後出しでじゃんじゃんいやそれは実は証券でしたというふうに言ってくるということが大きな売り材料になっている割にはですねビットコインは詐欺しぶっているとむしろ高値圏にいると いう状況なんですけども、その背景には投資家マインドの好転があるというふうに考えています。まあ、以前から申し上げているようにですね。ビットコインは半減期による供給の変化からですね。4年サイクルで動く傾向があるとで、1月の反発によってですね。昨年11月の安値がどうも大底であったという可能性が高くなったと。 するとですね従来のサ,サイクルからはですねここで一旦たん王族を迎えると来年が半減期ですからここからですね半減期までさらに半減期の翌年まで2年から3年かけるですね上昇サイクルが始まったちょうどそのスタート地点にいると。 いう可能性が出てきてるんですね。そうするとですね、まあ、上昇トレンドとン、あのー、スタート地点にあるんだったらですね、多少の売り材料とかそういうのがあるのも、ちょうどこう、うまくおし目買いできるチャンスなんじゃないかというふうに考える人たちが出てきてるということです。 また、暗号資産業界の同様、すなわち、その f t 昨年の FTX の破綻からですねえ、次はどの業者だと、ないしはあ、そういう信用不安の連鎖がどんどん続くんじゃないかという不安であったり、例えば、この証券取引委員会がですね、アメリカの証券取引委員会が、どんどんいろんな規制をですね、後出し気味にこう強化してると。 ということに関してもです、ね、それはです、ね、従来からもです、ね、暗号資産業界で選手交代といいますかね、業者がこう破綻したり、なんか問題を起こして変わ、ね、っていくということは、今までもよくあった話ですし、まあ、業界の問題とです、ね、ビットコインそのものとは別だという考え方も比較的こう一般的に広がっているということです。また SEC はです、ね、その取り締まりを強化はしてるんですけども、 ビットコインに関しては証券には該当しませんという点はですね、ずっと一貫してるんですね。そうじゃなくて、ビットコインみたいに自動的に発行されて、プログラムがシステムの中で勝手に動いてるというものだったらいいんですよと。そうじゃなくてですね、どっかの会社が自分で発行したりしてるものは、ブロックチェーンといってもそれは証券でしょっていう言い方をしてるんで、ビットコインだけは違いますというところは一貫してるというところです。また、その FRB の利上げの再加速と。 いうのが今、懸念されているというかですね今もう7割ぐらいまで織り込みがいきましてむしろ既成事実化し始めているという状況なんですけどもそれもですね、まあ、いずれはですねその時期に関してはともかくわかんないんですけどいずれは景気が減速して利下げに転じるというような見方これも FRB にしても民間にしても市場にしても共通しているということなんです。 したがって4年サイクルちょっと長期的な視野に出ればですね、むしろですね、足元悪材料が出回っている方がですね、その新しいポジションを仕込もチャンスなんじゃないかというふうに見る投資家が増えてきているという様子です。で、 まあ、こんな難しいことを言わなくてもですね、単にゲラクトレンドでですね、買い分控えていたこう投資家がですね、どうも王族を迎えた可能性が高くなってきたので戻ってきたという方が分かりやすいかもしれないんですけれども、その代表的な投資家はですね、FTX が破綻してすぐにですね、コインベース株を買いましてきたですね、アークインベストメントのキャッシュウッド氏と。 いうまあ、比較的こう業界で,有名な投資家で,すで彼女はですね破壊的イノベーション投資というふうにアメリカで言われてるんですけどといってですねマーケットでパラダイムチェンジを起こしてしまうような技術革新。 そういう技術革新の株だとか投資っていうのは価格が指数関数的に伸びていくというふうに言われていてそういうものを投資をすると先んじて投資するということで名をはせてるんですね。今で言うと EV とビットコインみたいな暗号資産この2つが結構お気に入りみたいなんですけどもでさらにですねそのアークインベストマントのほかにはですねいわゆるその2月にはこうジョージ・ソロス氏彼は表向きは一旦引退してるんですけどまあお金 いいっぱい持っぱ持てますからそのプライベートファンド、ソロスファンド、もうコインベースだとかでですね、マイクロストラテジーなどの暗号資産関連株を購入したというところ。で、また伝説的なこうファンドマネージャー、ケン・グリフィン氏、こちらが率いるヘッジファンド下でてる、こちらもですね、ちょっと今、問題を起こしてるんですけど、シルバーゲート株を2月に購入したと。 いうことが判明しましまたでこうしたグッドネーム要はソロスだとかですねケン・グリフィンだとかですねキャッシュウッドみたいなレジェンドたちが暗号資産関連のエクスポージャーを増やしているということがですね他の投資家の買い安心感につながっている模様ですし例えば2021年のビットコインブームのスタート地点はというと2020年の5月にですねポール・チューダー・ジョーンズと。 伝説の投資家だとか世界第2位のヘッジファンドルネスタンステクノロジーそこら辺がビットコインの先物を買い始めたというところがスタート地点で、まあ、あの頃に似てるなという見方も広がってるというところです。でこの結果悪材料で売られたところは鋭く押しめ買いが出るという展開となっています。 このように材料的にはです、ね、3月のビットコイン相場をちょっと上値の重い展開が続きそうで特にこの50ベース利上げの可能性っていうのが実際3月に入ってもう現実味を増しているというところなのでちょっとです、ね、このまま上がっていくっていうのは難しそうだなというような形になっているんですけどもでその FOMC の結果によって実際に50ベース利上げされたらもう一段の下押しもありうるかなと。 いう形ですただまあ今どっちかというともう先に折り込みに行ってるんで CPI だとか雇用統計にあった FOMC の前にもう一回落とされて逆にバイザファクトになるかもしれないんですけどもそういったことにちょっと材料的には上値をうというのはちょっと難しそうだなという形なんですけども一方で、えー、まだ上昇サイクルって始まったばっかりなのでそういう旺盛な押し目がい欲というところから下の余地も限定的かなと。 いうふうふに考えておりますで以上は材料面から見たところなんですけどテクニカル要因で見た3月の見通しを申し上げますとまずこの一目均衡表で見ますとビットコイン市場はですねこの一目均衡表の雲の下 をずっっと雲の下でこう潜ってきたとでたまにこれを雲を上抜けたと思ったらまた騙してすぐに落とされてこんな感じであいけるかなと思ったらすっとこう落とされるというのを繰り返してきたんですけどもいよいよここでですね1月に雲の,その上限を抜けてですね、えー、三役降天といってですねこの転換線がこの基準線を上回って でローソク足よりもこの地光線が上回っているとそして雲の上にいるという3条件が揃う,こう海サインが点灯してその状況がずっと続けてきたんですねところがですねついにこの地光線がこのローソク足にこうかかってきてですね、えー、三役交点が消えてしまいましたというところでちょっと限りが見えてきてるんですね ただまあ大きなそのトレンド転換とかない限りにおいてはこの雲の上限が一旦のサポートになってでもうちょっと下がるとしても雲のこの下限あたりが次のサポートとなるというような形なのでどういうことかというと。 実際の先ほど申し上げた利上げ幅が25ベースで済むのであればです、ね、この雲の上限2万2000ドル近辺ですね、ここら辺がサポートになるでしょうし、もし、いや、50ベースですよねということになったら、ちょっと雲の中に入ってしまって、次はこの2万1000ドル、ここら辺がサポートになるのかなと、すなわち、この2万1000ドルぐらいが、下値の目処になるかなという感じだと思っています。 で月別のアノマリーということで2月に関してはなんとか要線でしたこれあの各月がですねこれ年でこれが月でですねこちらこれ青いのが上昇した月ですねで赤いのが下落した月ということで例えば1月は これ過去ここまで13年でここは12年ぐらいなんですけど7対6って書いてるのは7勝6敗7回上がって1234567回上がって123456回下がってるということを表してます。でこれパーッと見ていただいたら分かるように2月は10勝3敗で1年の中で一番強い時期ですと。 でそれに対して3月はどうかというと4勝7敗まあ1回ゼロっていうのがありますからこれはですね4勝8敗の9月と並んで1年間で一番弱い月なんですね2月が最強3月最弱なんですよそう考えるとですねちょっと3月のビットコイン相場ちょっと強気になれないなと いう形ですし今今回はですね、下がってきた陰線が2ヶ月続いて、そこで陽線が2ヶ月続きましたと。で、こういうふうに陽線が2ヶ月続いたという場合に、その次の月、2回続いたら、その次の月は3連投になるのか、それとも2ヶ月上がって、次の次は一旦下がってしまうのか、陰線に勝ってしまうのかと。 いうことで、過去を見ると、過去17回中ですね、10回が翌月も要線となっているので、まあ、必ずしもですね2回続いたらダメだっていうわけではないと、むしろ要線になる可能性の方が高いのかなと思うんですが、ただ、直近を見ると、ですねこの2022年、これ2回上がって下がっちゃいましたね、2021年も2回上がって下がっちゃったと。でその前 2020年も2回上がって下がって、ここも2回上がって下がって、で、この時は2回上がったと、6ヶ月連続、6ヶ月連続っていうのは過去最高なんですけど、上がったという形なんで、まあ、過去3年で見ると4回、5回あったんですよね。1、2、3、4、5。5回中ですね、4回下がってるという形なんで、ちょっとアノマリー的には3月中旬になれないなと、若干調整が入ってしまうかなというふうに。 思いますで以上をまとめますとですね3月のビットコイン相場はまあちょっとですね強気になりづらくってまずともかくどうなるかは FOMC での利上げ幅次第ですとすなわち25ベースで済むんだったら結局今の水準ないしはそれぐらいで横ばい推移で済むだろうなというふうに思いますし50ベースになりそうだということだったらちょっと下がりそうかなというふうに思っています。 で下ののメドとしては、2万1000ドル台というところで、結局、その FOMC で25ベースの利上げになるか、50ベースになるか、これは23日の FOMC を待つんじゃなくて、おそらくは3月10日の雇用統計、あと3月14日の CPI、こちらのあたりがですね、こちらがどう出るかによって分かれ目になるだろうなと、そこでまあ3月の相場の方向性出るんじゃないかなというふうに考えております。 以上です。この動画を気に入っていただければいいねをチャンネル登録もよろしくお願いします。